誰だってばよ。じっちゃん、これ食いな。俺が釣った魚だもん。うまいに決まってるってばよ。太陽ってあの昼間出てるでっけえやつ？じっちゃん、すげえ物知りだってばよ。そっか、そっか。世界は広いんだ。どこまでも、どこまでも。そうさ、俺なんてこの世界と比べたらちっぽけな俺が何したって。俺なんだってばよ。お前何してるんだってばよ。泣いてちゃわかんねえってばよ。仕方ねえな。ほら行くぞ。俺なんて誰もいないけど泣いたりなんて、泣いたりなんてしないってばよ。じゃあいいから、いいから、はい。アートっぽく決まったってか、かっちょいつが。うなってばよ。説明会の日までつけねえの。傷つくから。だって俺そういうのよくわかんねえんだ。てめえが一人でこけただけだろうが。これまだ死ぬかってばよ、このバケ。なに、嘘だろ。ちょっと待ってろ、すぐ着替えっからよ。チップス、そりゃわかるけど、こういう場合誘うなら普通シロとかだろうが。じゃあよし、みんな俺についてこいってばよ。本当にお前に任して大丈夫なのか。なんか頼りねえってばよ。ってことはさくらちゃん、サスケのやつと。なあ、さくらちゃんが本当に苦しんでるってこと。サスケは絶対俺が連れて帰る、一生の約束だってばよ。サスケ、それなら、なんであの時、俺を殺さなかった。それで断ち切ったつもりかよ、サスケ。もう一人救えねえ奴が、木陰になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。みんな、渦巻きナルトが、帰ってきたぞ。綱手のばあちゃんの顔岩が増えてやんの。大丈夫、全然変わってないってばよ。ある。俺ってばもう、ガキじゃないんだ。お前もそんな術をやってるようじゃ。そんな術では生ぬるいってばよ。見よ、新開発した俺の新エロ忍術。バッチリだってばよ。俺はてめえみてえにはならねえ。何度も言ってんだろ、俺がなりてえのはほかげだ。自分の言葉は曲げねえ、それが俺の人道だからだ。どうか言って、本当はサボってるだけじゃねえの。なんで俺だけなんだってばよ。オビトも笑うな。おかげになろうとしたオビトは俺にはかっこよくしか見えねえよ。ラーメンがうまい季節になってきたな。ああ大好きだってばよ。餃子5人前追加ね。いただき、汚しちゃいけねえな。日向は強えんだぞ。里でちょっかい出すようなやつは多重影分身の術、螺旋聖剣。なんでしまってんだ、寒くないのか。昔戦争でもあったのか。白眼で遠くが見えるのに近くの蜘蛛の巣にかかるなんておっちょこちょいだな。と近まる、俺に喧嘩売るつもりか。地球は終わらせねえ。ここで終わってたまるかってばよ。いやー、そのなんつうんだ、いや久しぶりにイルカ先生のことを思い出してさ、ちゃんと生きてっかなって。頼みがあるんだ。俺の父親として結婚式に出席してもらえねえかな。よし行くか。あれまだできてない。そういや、加賀先生の時間に合ってなかったよ。そんなに時間かかんのか。もう行かねえと間に合わなくなっちまうんだけどよ。どういうことだってばよ。兄弟喧嘩はその辺に。献血。サンキュー、サンキューだってばよ。これ